どうも皆さんこんにちは、ハッセマンです。この間開催されたアームレスリング山梨選手権に S1 から武藤選手とレオ選手が出場してきました。僕はこの試合には行けなかったんですが、石黒選手が代わりに動画などたくさん撮ってきてくださったので、今日はそのレオ選手、武藤選手の山梨選手権の様子を見ていただけたらなと思います。では早速どうぞ。レオ君譲んなよ。オッケー。オッケー。レオ君握りね。握るなよ。ポッ。いや。スタートよ。ポッ。行け。行けるよ。右。入れ続けろ。よし。オッケー。いける。戻して。耐えて。よしよしよし。いける。逃がさない。逃がさないよ。俺武藤さん。まだ。よし、いけ。逃がさない。そのまま。そのままそのままだよ、そのまま。山本。戻さない。よし、行ける。まだ。まだだよ。武藤さん、まだだよ。ナイスファイト。いける。武藤さん、いけるよ。
マッチ。みんな、話しますキログラム級レフトハンド決勝戦を行います。無敗高木選手、続いて1敗マックスメイドベア選手。レオ君いける、いくよ。マックスの上野選手、100点での優勝です。高木選手は2位になります。3位は由井選手になりました。